はい。こんばんは。えー、っと、今日は、<coughs> 先日、YouTube で、ツーストランドをテープ巻いているのは素人だ。やり直しとかいうコメントをもらって、やり直しますその前に、えー、っと、1ストランドは、 じゃあクロートなのかそもそも2ストランドの抱き合わせでスプライスしている動画に対して1本差しを前提にそれ以外は認めないマンなのかもしくは3ストランドを巻いて加工できちゃうのかその辺 をお聞きするためにコメント返信しようかと思ったんですけど結局なんか嫌がらせマウントに対するさらにマウントで拉致が開かなくて結局恥ずかしい思いするのは僕なんので損しかないので無視することにして Twitter で。 ああ、叩かれちゃいました。なんか突っ込み入れられちゃいましたっていう投稿をしたところ、まあ動画の中拝見しましたけど、一本刺しの出来上がり品も提供してますし、意味わからないんですよね。から、いろんな人のコメントをいただいて、じゃあこれの、 これは何でこれしてるのか。ただ2本1組だから便利。でも最後1本挿ししますよね。だったら最初から1個ずつ巻いてた方がいいですよね。そうするとテープの量が増えちゃって、このビニールテープも別にただで提供してもらってるわけでもなく、買ってやってるんで、できれば少ない方がたくさんあの加工できますし。じゃあこれで、 一本差しする。二本差しにしているお前の利点教えろよ。というところで今からやります。こうやってやって、今度こっちの一本差しを一本だけ刺したいときに、ここに切り込み入れて、外すだけ。で、巻いて入れるだけ。で、こっちはここで止めますから、 いいらないですよねテープ最初から巻いてるとテープ倍倍とは言え1.7倍ぐらいは必要になってきてテープが減りますであとは完成して結局切りますから切るかシージングして隠しちゃうかテープってもう不必要になるので最初から2本入れてる意味がわからないあれですよ 一本差し、こう指してきますから、もしくは、ね、こう入れるやり方。で、おそらくコメントしてくれてる人は、僕がこれしかできない前提で、素人が笑らやり直せって言ってくれてる。 でも実はそういうコメントとかバット,バットとかめっちゃ YouTuber にも僕はなってないですけどもまだ1,000人にも行ってないですしただの趣味の類ですけどそういう人こそバットとかアンチって大切なんですよ。そこでね3人見てくれる人が増える。 人人見てくれるるが増えるその刺激を楽しんでるのでどんどんアンチコメントもちろん無視する頻度は高いですけどそこで、あのー、気づくことってすごいいっぱいあると思うのでいやもしかしたら今回の彼がねスリーストランドテープ巻きでさせる能力の持ち主かもしれないじゃないですか。 ね、そういうことを期待してただ2ストランド巻くのはなんでっていうことについての動画でしたスマートフォンからの撮影ですすいません失礼します